はいさい。はいさい。さい。ごめんね、急に呼び出して。お塩とまつぐこう呼ばさせていただいたんですけど、お塩も今つぐも最近忙しいわけですよ。そんなお二人に、はい、まあね、超グッドなドライブを行こうかなと。ドライブ。はい。はい。ワンちゃん泊まれます。マジっすか。マジっすか。はい。車で。車で？車中泊。車中泊。これね、車中泊をしに今から3名でこうドライブ行ったりね、はいはいはい、あの行動していきましょうよ。はい、わかりました。いいですね。借りてきた車はこちらですね。見てくださいよ。おー、やべー。これキャンピングカーってやつですか。はい、キャンピングカーですね。すげえ、軽トラで。え、軽トラって2人乗りじゃなかった。そうです。いや、軽トラ2人乗りなんですけど、うん、これ見てほしい。はい。ここ8ナンバーってあるじゃないですか。はいはいはい。8ナンバーってあの特殊車両とかによく使われたりするんですよ。はいはい。だからこれはちゃんとあの人数が乗れるようになってます。すげえ。4人乗りのキャンピングカー。はい、4人乗りのキャンピングカーですね。え、なんか普通になんかテンション上がってきた、ね、テンション上がってきた。テンション上がってきた。これなんかコンパクトに見えるんですか。寝れるんですか。はい、寝れますよ。寝れる。中見てみます。中見たい、見たい、はい。じゃあ開けていいですか。お頼もしみの中ですよ、はい、開けてみてください。じゃん。おー、お、すげえ。これ本日のキャンピングカー中身はどうなってるのコーナー行っちゃっていいですか。はいはい。まずこちら、これ中ですね。ここ見て、これ。あ、すげえすげえ。これなんかシート豪華。そう、ソファーがあるね、これ。こっち、すげえ。4人掛けっすか。4人掛け。あ、すげえ。じゃあこれちゃんとあのシートベルトもあるんでね。4人乗りで後ろに6人乗りではないってことですよ。4人乗りですね。前2人と、はい、あの後ろ2人、こっちとこっち。おー、後ろは一応座れるよみたいな。座れるよみたいな感じですね。これね、なんかこれちゃんと、あ、すごい、キッチンもあるんですよ。え、水も出る。水も出ますね。お、すごい。水出すんだったら、ああ、本当だ、すげえ。で、水出るんでね、うん、すごくね。シャワー伸びるんですかそれ。この、あ、伸びるんですよ。外まで。あ、外まで伸びるかな。外まで伸びないですか。伸びた。あ、いけ、伸びた。伸びた、伸びた、伸びた、伸びた。お風呂入れるじゃないですか。やば。お、すごい。マジで止まれる。もうこっちついてますね、このやつ。すげえ。まあ、キャンピングカー使うのは分かったんですけど、はい、プランとかはあるんですか。プラン一応、まあ、サンメールじゃないですか、はいはい、サンメールから各々やりたいこと、行きたいこととかね、行きたいところとかなんかいろいろあれば。おー、あ、マジ。そのリクエストで本当に本当に行きましょうよ。めっちゃいい。なんか過酷なやつとかは今日はなしなの。今日過酷はいいっすね、しなくていいっす。車中泊の参考にもなればなっていうことで。あの、じゃあ本気で楽しめばいいんですか。楽しめばいいですね。え、しょ、なんか悩むね。そうですね。なんか実際キャンピングカーって何やれって言われたら悩むね、はい、確かに。なんか自分は今日336さんに呼ばれて、うん、編集あるんですよって言ったんですよ、うん、そしたら、うん、いや大丈夫、うん、しながらも楽しめるって言われたんですよ。そう、通話じゃあしながら楽しみたいって感じ、はい、これレンタルなんだよね。これレンタルですね。え、どれぐらいレンタルしたの。一泊二日。あ、じゃあ一泊、一泊できること、はい、沖縄で。沖縄で。沖縄で一泊でできること。つうか、ん、どんな編集しながらなんか移動したい、はい、なんか編集しながら途中途中なんかこうおしゃれな場所に立ち寄れたらなみたいな。あ、って感じでした。めっちゃ最高ですね。お、いいんじゃないですか。大丈夫ですよ。じゃあお塩は旅行気分でいいんだったら、はい、旅行って言ったら飯食って、うん、観光して、うん、はい、温泉行きたい。温泉。ああ、温泉いいっすね。温泉行きたい、ね、うん、天然の温泉はないと思うけど、はい、この露天風呂みたいな時はないと思うけど、温泉施設があるから沖縄も。ありますね。俺そこ行きたい。行くじゃん。え、行きましょう、行きましょう、うん、まあ僕はね、綺麗なとこで、はい、なんか食いたい。食いたい。食いたい。うん、これはキャンピングカーならではの食事ってこと。そう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 。じゃあこれ336さんが作ってくれるんですか。これは、あ、僕が作ります。今回任せてくださいよ。楽しみ。お塩の手をあんまりわざらわせないですよ。あ、一応やらそうとしてるあんまりってこと。これがあれなんですね、うん、あの机の上の方、天板になるやつですね。あ、テーブル。これはテーブル。あーに、あとここ、うん、ここに、うん、この土台があるんですよ。土台と土台、これ下になるんですね。これ。ああ。どうだい。前方が分からんぞ。分からない。俺はまだ分からんぞ。分からんか。俺にはまだ分からんぞ。うん、そうしてね。
これがテーブルになる。あ、なんだすかそれは。すげえ。このパイプ。トッポ？トッポ？うん。このパイプ、パイプで、パイプをここに接するんですよ。あーあ、ネジ式になってんだ。そう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 。これを、こうあるじゃないですか。これ。刺すんですよ。しかも楽、簡単。簡単。あ、簡単。はい、これで、すぐ編集できますよ。最高、うん。まあ、向きはこっちからになると思うんですけど。はい。これで編集しながらね、移動もできるんで。はい、じゃあとりあえず、はい、お腹すいたじゃないですか。お腹すいた。ちょっと場所移動して、うん、それでなんかご飯を作りましょうか。はいはい、お願いします。はい、行きます。運転席はこんな感じですね。運転席はまあ普通の軽トラですね。普通の、はい、軽トラですね。軽トラですね。やっぱりテンション上がりますね、やっぱトラック。僕軽トラとか、うん、トラック好きなんですよね、うん。距離近い。めっちゃ距離近い。あのズームしてないですからね、これ。うん、めっちゃ近い。はい。すぐもいるね。はい。直ですね。はい。はい、今。海の見えるスポットに来ております。はい。こっちね。はい、いいね。海でしょ。この海も見ながらご飯が食べれたなってことで、はい。こちらで料理しましょう。はい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 、ということでね。ペコペコですよ。めっちゃお腹空いたんで、はい、早く作りましょう。早く作る。私お昼って言ってもね、うん、もう4時。確かに4時ぐらいやってるって。結構ね、動画の尺にはなってないけど結構ドライブしたからね。はい、大胆に。はい、てれてて。おぉ、すげえ。なんか謎のやつができたね。なにこれ。おいし、なんかいい感じ。いい感じ。おいしそうでしょ。うん。あ、絶対うまいやん、これ。反対にしてから。あ、なんかおいしそう。おぉ、おいしそう。うまそう。あ、普通。え？おいしそう。おいしそうやん、これ。なんだろう。やば。初めて見る。ね。めっちゃプリプリしてる。プリプリしてるでしょ。やっぱ卵を5個ぐらい使ってるから。あ、お米ちゃんと。うん。火通ってる？うん。硬くない。いただきます。はい。あ、オムライスだ。オムライスだ。オムライスでしょ？うまい。めっちゃうまい。オムライスです。僕、オムライスとか包み込むようなやつって僕にできないので、はい、もうこれだったらできるのかなと思ってチャレンジした感じですね。シンプルにケチャップだけっていうのもね、うん、なんか卵のこの素材の味がすごい優しいっすしょ、うん、朝食。湯船結構浸かりますか？長く。僕ですか？はい、なんかあんまり浸からないですね。なんかシャワー、沖縄の人ってほら、うん、シャワーじゃないですか。あんまり湯船って浸からないじゃないですか。あー、そうなんですよね。湯船俺超やる。あ、浸かる、意外。冬は寒い日の湯船最高じゃないですか。あー、一応わかります。自分好きなんですけど、湯船入ったら、はい、気絶しそうになるんですよ。気絶しそうね。多分血が少ないのか、もう立ち上がろうとしたらクラクラするんですよ。のぼせる、のぼせるってこと？そうなんですよ、すぐのぼせます。これ2時間ぐらい入ってんの、すぐ、もしかして。いや、入ってないです。本当にちょっとで結構クラクラするんですよ。あー、すっげー。もともと多分そんな感じで。そうなんだ。はい、そうなんだ。暑い、なんだろう、何なんですか、ね、熱くして、うん、はい、風呂場のドア開けながら、はい、浸かるのが好き。ああ、わかりますよ。冷たい風を感じながら、この体は温かいみたいな。あ、体験層右肩上がりの再生数サビア色の思い出が再現するのさ名前目ミスたまり反射する空見上げたラララバイ変わらない始まりの始まり明日には何もない本当ただつながりだけ透けたボンド